どうもこんにちは、あたりです。ライザのアトリエプレイ実況続きです。ライザのアトリエ常闇の女王と秘密の隠れ家です。はい、すいませんでした、失礼しました。正式名称を言わないとダメな。はい、というわけで今回はこちら始めていきましょう。晴れてライザと一緒に行動できるようになったクラウディア、彼女とますます親しくなったらライザは改めてクラウディアの家に行くことにした。焦りの少年ってことはボース君と何かあるんですかね。どうも。そうしたら今度は私が水たまりに突っ込んでみんなずぶ濡れになっちゃってさ。へえ、風邪とかひかなかったの？いや、ライザにシタウト君来ていたのかね。どうもお父さん。お邪魔してます。どうした？はい、いや、なんでもない。娘のことよろしく頼むよ。はい、はい。なんすか？お父さんも冒険に行きたいんですか？なんだか歯切れが悪かったよね。それが私のこと一度はライザに頼むって言ったくせにまだ不安がってて。はぁ、これは怪我とか絶対にさせられないな。って、あれ？あれ？アガーテ姉さん。なるほど、やはり他の旅商人の間でも竜のことが噂になっているのですね。竜？まだそこまで大きな騒ぎにはなっていないが、街道の先の宿場町に噂が伝わるのも時間の問題だろう。まずいな。旅商人の足が遠のけば村の生活にも悪影響が出かねません。やはり往来する者すべてを護衛するしかないのでは。難しいでしょう。守り手の数が少なすぎます。となるとモリッツさんと改めて協議する必要がありそうですが。今はあの人を刺激したくないのですが。状況が状況です。やむを得ないでしょう。今はってどういうことだろうな。何かあったのか？クラウ、私は少しモリッツさんと話をしてくる。はい、行ってらっしゃい。竜の話か。こっそり様子を見に行ってみようかな。お、というわけで、クラウディアの家で二人は楽しく話をする。しかしそこで二人はルベルトとアガーテが不穏な会話をしているのを聞いてしまう。そこで二人はブルネン邸にこっそり様子を伺いに行くことにした。ブルネン邸はボーデン地区から東へ登った高台の上にある。あ、間違えた。どこに行くの？あ、違う違う、これこっちこっちこっちやりにくいな、やりにくいな。どこがどうだ。これ掲示板で行けばいいんだな。よしよし、トレッペの高台ブルネン邸前行きましょう。どうすんの、忍び込む？まさか、まさかね。あ、いる。街道の、いや村の危機ですぞ。やはり強硬策こそ用いるべきでしょう。何か間違っておりますかな。ひゃー、やり合ってるやり合ってる。そうは言いますが、相手が竜となれば軽々しくは動けません。ご子息が怪我を負わされた悔しさはお察しするが、少し冷静になられては。あの程度の怪我、息子はもう大丈夫だと言っております。何クラウディア、今ほっとしてたかなって。誰が？え、好きなの？それどころか、勇敢なるブルネン家の男として竜退治に行くと息巻いておりますぞ。バカな、古城の竜は敬うべき島の少女、退治などもってのほかじゃ。しかし奴が街道にまで出没するようになったことで島の生活に悪影響が出るかもしれないのですぞ。島にこもって息を潜めておればよい。そもそも外とのつながりがなければこんな災いは起きとらん。あまり現実的な話とは言えませんな。私としては島民の生活を守るためなら、たとえ竜でも。ブルネン家の男が勇敢と無謀を履き違えるのは昔から変わらん。数代前のバルバトスも
この私の要望ですぞ。害があるなら守護獣だろうと悪魔だろうと退治するのみ。モリツさん、それは今勢いで決めることではないでしょう。くどい。このモリッツ・ブルネンが決めたのだ。守り手で竜の討伐隊を結成する。ですから皆さん少し落ち着いてください。お主のような旅商人だの、怪しげな錬金術師だの、よそ者がうろつくせいで村は災い続きなのじゃ。ちょっと、さすがに言いがかりが過ぎるんじゃない。そうやって閉じこもってるから、いつまで経っても。あ、ライザ。シタウトの悪同盟、また勝手に我が家の周りをうろついとるのか。つい勢いで。さよなら。待って、ライザー。私のアトリエまで行こう。村まで何をやっているのだ。たく、あのバカ。よし、じゃあアトリエまで逃げるぞ。ブルネ邸では暴走を襲った竜の討伐について話が行われていた。ライザーこっそり働きをって言った。使って当てたって言ってた。よし、行くぜ。どこに行くの？アトリエまで行きます。竜の討伐隊だなんて、いつの間にそんな物騒な話が持ち上がってたのさ。モリッツさんがその場の勢いみたいな感じで。でも結局ルベルトさんも同意したんだよね。うん、守り手の人たちを大勢出すって言ってたよ。行き先はわらべ歌のお城だっけ。流星の古城ね。竜はそこにいるって歌われてるし、レントも実際にその目で確かめてるんだよね。ああ、確かに城に降りていった。流星の古城、俺たちも冒険者の端くれとして行ってみたくはあるな。その討伐隊っていつ出発するの？さあ、そこまでは聞いてないけど。森に入ってこられたらちょっとまずいな。万が一このアトリエが見つかったら。そうだな、いっそ先手を打って船着き場まで様子を見に行ってみるか。なるほど。秘密の隠れ家に戻ったライザーたちは、モリッツたちが討伐隊を率いて竜退治をしようとしていることについて話し合う。竜がいるのは島の対岸、わらべ歌にある流星の古城だろう。とすると、討伐隊は島からこのアトリエにある対岸にやってくると考えたライザーたちは、先手を打って島の対岸の船着き場で様子を見てみることにした。行きましょう。あ、どこだ、こっちか。どっち、こっちからの、こっちからの、そっち。あ違うし、この船着き場じゃないのかい。じゃあどこに行こうかな。はい、こっちです。船着き場です。はい、これです。守り手らしい人は全然いないね。おろ、もう討伐隊は出発しちゃった後なのかな。ライザ、あそこ。どこ。ボースいるのかい。いくらお前でも連れて行くことはできん。一度ひどい目に遭っているだろう。その雪辱を果たすと言っているんだ。あの時は不意をつかれただけだ。用心してさえいれば。坊主さん、やっぱりやめた方が。黙ってろランバ。父さんの了解だってある。村の守り手がブルネン家の命令に逆らうのか。お前までそんな言い方をするようになったのか。私は悲しいぞ、ボス。許可したと受け取っていいんだ。見てよ。あ、今度こそブルネン家の男の勇敢さと力をお前たちに見せつけてやる。まったく。行っちゃった。大丈夫かな。俺たちの前だからって言い切りやがって。せいぜい痛い目を見ればいいさ。痛い目で済めばいいけど。
ねえレント、アンペルさんたちは？お、旅商人が来なくなったんで北の宿場まで買い出しに行ったけど、それが？相談できればって思ったんだけど、北の宿場にいるんじゃ無理そうかな。相談って何を？私たちの実力で流星の古城に挑めるかどうか、竜と戦って生きて帰ってこられるかどうか。え？そうか。でもリラさんならきっと自分で考えて動けって言うはずだ。うん、そっか、そうだよね。ねえクラウディア、私たち、ライザ、もう私ちゃんとみんなの仲間だよね。なら私に気を使うのも置いていくのもやめて。なんとなくこうなる予感はしてたんだ。うまく逃げ帰るチャンスを探すしかないか。なんかこうなる予感というか、もうこうなる運命しかなかったな。みんな、うん、ありがとう。よし、討伐隊を追うよ、流星の古城まで。オッケー。どこまで続いてるんだろう。流星の古城までね。アガーテたちが竜退治のために流星の古城に向かったのを確認したライザーたち、その中にはボースの姿もあった。ボースにいいようにされたくない、自分たちも流星の古城に行ってみたいと考えたライザーたちは彼らの後を追うことにした。どこに行こうかな。ここから行くかな。マップの全体図としてはそんなに広くない。これか、古城って。んこっち遺跡だよな。古城ね、これ塔だろ。まあどっかにあるんだろうな。まあとりあえず行ってみるしかないか。うん、まあこの辺の敵は結構なんかこう狩りに来たというか、素材集めに1回だけちょっと来てみたんだけど、そこまで強くはなかったかなっていう感じかな。うん、まだいろいろちょっと見ておかなきゃいけないところもあるんだけど、とりあえず今回はちょっと進めてみようかね。よし、行きましょう。なんだこの匂いは。あまり好きじゃねえな。ほう、こっちは来たことねえな。よいしょ、あはん、なるほど。よし、とりあえず今回は進めるだけ進めちゃう。レベル上げとかはちょっと動画の外でやっとくんで。あ、あれ、あ、ジャンプか。はい、じゃあ到着っと。こうしてみんなと外に出るの楽しいわ。あ、家があるね。おお、職人里の跡地。はい、いろいろ使えそうな素材が落ちているといいですね。あ、なんか違うぞ、ちょっと待って、道間違えた。あ、違う、道あって、びっくりしたな。目的地マークが全然違う方向を向いてるから、なんか間違ったかと思って。ああ、ちょっと見たことない、あ、モンスターなんかが結構いるな。さすがにマップが進むとそれなりに出てくるね。うん、よし、到着。ここが城かい。ここが流星の古城。街道から見えてはいたけど、こんなに不思議な場所がこんなに近かったんだね。この距離、確かに言うなら人飛びだろうな。あちこち燃えてるのは奴の吐いた火か。今は村の決まり事に背いちゃってるんだよね。どんな目に遭うか。今さらおじけづいてどうするの。ここまで来たんだから、いい加減覚悟を決めなさい。新しい足跡が城の中に向かってる。きっと討伐隊のものだろうな。僕らが行く前に無事討伐されてますように。ほんと、そうであってくれれば一番いいんだけど。これ、みんな戦いの跡。このお城、ずいぶんボロボロだけど
どこの国と戦ってたの？この地域はクリンド王国の辺境だから滅亡時の戦乱には巻き込まれてないと思うけど。そうなのね。このお城や北の塔みたいな建物は戦いのためのものだとばかり思っていたわ。そういうどこと戦ったみたいな勇ましい伝承はうちの村には全然ないんだよ。やっちゃいけない、言っちゃいけない、そんなのばっかり言ってたね。おしゃべりはそこまでにして後を追おうぜ。加勢できるなら加勢したい。心配だもんね、アガーテさんに守り手さんたち、それにボース君、ランバー君も。うっかりボースに流体時なんかさせて調子に乗られたら面倒だからだよ。積んでるかい。何があってこんなボロボロになってしまったのかな。どんどん敵が増えていくな。困ったな。いけるかな。とりあえず様子見だけ。まあゲームオーバーだったらそれはそれでって感じかな。こっちでいいか。よし、冒険だ。上部巨像、新しい何かを目指して。重装。はあ。なんか怪しい雰囲気が漂って。おっと。あ、なんだこれ。何かの機械か。こんなの全く見たことないけど、ひょっとしたら価値のあるものだったりして。せっかくだし持って帰ってみよう。アンペルさんが何か知ってるかもしれないし。はあ。え、なんだ。なんか手に入れたぞ。しちゃいか。あっ、あ、失礼します。あ、またいる。失礼します。あ、いっぱい。失礼します。敵がいっぱいいるよ。まさか魔物と戦うための城？最後は負けて竜に乗っ取られたのかな。その説あるな。まあ竜はあれだけど、その森に出てきたあの奇妙な魔物。お、なんだ。あ、ん？あ、これって模様じゃない。古文献と同じクリント王国の文字だ。なんて書いてあるの？そんな簡単に読めん。読めるよ、同じ文字だもん。読める。すごいじゃないタオ。それでなんて？最初のは炎の翼、竜のことかな。次は召喚で、その次は知らない単語だ。なんだ、スラスラ読めるってわけでもないのか。そりゃ勉強始めたばかりだもの。この3つとあと1つ、計4つの言葉が繰り返し書かれてるよ。はあ。炎の翼と召喚、わからない単語が1つ。召喚は魔物を呼び出す魔術だっけ。最後は殺す。はあ、え？おいおい、それってどういう文章なの？ちょっと待って、考えるから。最初が主語なのは同じで。ああ、なるほどね。この末尾は命令形かな。よう、早くしてくれよ。せかさないでよ。大雑把に言えば、召喚された竜よ、何かを殺せかな。召喚された竜？竜ってここを襲った魔物じゃないの？僕だってクリント王国の召喚なんてわからないよ。今の今までおとぎ話みたく思ってた単語なんだから。くそ、アンペルさんやリラさんがいりゃな。竜が召喚されて何かと戦った。竜を使ってもこんなひどいことになるような敵と。その何かって意味はわからないとして、なんて読むの？そのまま発音するとフィルフサだね。フィル
さ。なんか思い当たる節がないないです。まあ、とりあえず進みましょう。あと一番上っぽいところに来たな。多分この島の歴史に関わる大きな何かがあったんだろう。おっと、アガーテ姉さんが。逆に竜はこの城を守ってるっていうこともあるのか。アガーテ姉さん、大丈夫？お前たち、どうしてこんなところに。なことより、他の連中は。あいつの奥にいる。奥。私らも傷を負わせたが、大半が吹き飛ばされて。竜の向こうにボス君たちが。うわぁ、どうしよう。ノーって戦うしかないでしょ。戦うって僕らが。僕らだよ、僕ら。分かってるよ。そうだよ、その僕らが戦うんだよ。戦わなきゃどうしようもねえ場面だ。アガーテさんは炎が届かないところに隠れてください。何を言ってる。お前たちだけでやるというのか。アガーテ姉さん、話は後でね。あ、そうだ、もし勝てたらご褒美にお説教なしってことで。行きます。やるしかねえよな。装備とか整えてくればよかったかな。いや、そんなあれでもない。大丈夫、行くよ。行け。あっちだ。痛い。結構くら…あ、ダメだ、これ勝てねえぞ。行くよ。隙を作って。はい、そこ。みんな、あ、ごめん。ちょっとのソフトで勝てるような相手じゃないんです。そこ、フィレントを頼んだよ。そこ、今だ。アクションオーダーが出てますね。よし、行きましょう。ほらほらほら、今だ。追撃するね。お願いします。全然全然です。今だ、頼んだよ。ういそこ。やられたぜ。全然だったな。歯が立たないとはこのことだ。しまった、これはこのままゲームオーバーか。まさか。おおほほなるほどなるほど。はい、じゃあちょっと、じゃあ鍛え直してくるかな。それじゃあまた次回。バイ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 。